芽生えが並ぶ売り場芽生えは、小学館が発行している幼児向け雑誌。1959年に創刊。主に2歳から4歳までの幼児をターゲットとし、絵本、図鑑、子供たちに人気が高いテレビアニメ、特撮、玩具、キャラクターの情報で構成される。姉妹誌は、同社発行の幼稚園、ベビーブック、競合誌は、講談社発行のお友達、元気である。0から4歳の乳幼児に特に人気が高いキャラクター、それいけ。アンパンマンが、本誌や、姉妹誌、ベビーブックの看板コンテンツとして、独占的に掲載されている。発行部数は、お友達の 1.5 倍程度と高い人気を誇っているが、お友達側が人気面で持ち直したこともあり、一時と比べると差がやや縮んでいる。かつては4歳児前後向けに、良い子も刊行されていたが、本誌と幼稚園に統合する形で休刊された。内話年から、掲載開始=、お友達、楽しい幼稚園にも掲載されている作品、もしくは掲載されていた作品。アンパンマンの関連の書籍は一部小学館からも出版されているものもあるが、多くは版権を持つフレーベル館からの出版である。2005年までは、チャオ原作の TV アニメ化作品のうち、年少時も視聴対象としていた作品も掲載されていた。2008年度以降は、講談社系の雑誌に掲載。2009年度の発行部数は 20.9 万部である。2007年度は 24.2 万部であり、部数を落としている。それでも、お友達の 1.5 倍程度はある。ありがとうございます。